どうもこんにちは大峰です前回は Photoshop を使った写真加工やイラスト制作なんかに最適なセッティングとか環境の紹介をしていきましたが今回は静止画ではなく動画を編集するための環境構築について話していきたいと思います単純なテロップを入れたりする程度のカット編集であればそれほどのストレスもなく作業できるんですけど映像にエフェクトをかけるとかモーショングラフィックなどといった CG を加えようとするとなると一気に敷居が高くなってしまって一般向けの PC ではなくなってしまいますので 今回はあくまでもプレミアのみに話を絞って進めていきますが、これはプレミア以外の他の動画編集ソフトにも応用できる話なので、プレミアユーザー以外にも参考になるかと思います。それじゃあ始めていきましょう。まずはハードウェア面での構成について話していきます。動画編集はマシンへの負荷がかなり高い部類の作業になるんですが、そのこともあってノート型よりは排熱処理に優れたデスクトップ型の方が向いているということが一つと、CPU に関しては 2GHz 以上あればいいとは思いますが、 それよりも重要なのがコア数でできれば4コアは欲しいところです2コアだとエフェクトを1つかけたりしただけでもリアルタイムに再生できなくなったりするんですよねメモリは 4GB ではなく最低でも 8GB はないとフル HD 動画あたりのデータでもまともに再生できない場面が多々あって実用的ではないと思いますのでもしご自分の環境で動作速度に不満があるのであればまずはメモリの増設を強くお勧めします 次に GPU ですが、プレミアに限らず最近の編集ソフトは GPU の機能を使って作業を高速化するようになってきているので、こちらも非常に重要な項目です。対応した GPU を搭載されているマシンであれば、編集時だけでなく、レンダリングの際にもメディアエンコーダーで GPU を使った高速レンダリングを利用できます。逆に言えば、プレミアに対応していない GPU を搭載している場合、パフォーマンス全体がかなり低下してしまいますので、GPU を交換できないノート型を使用されている方は注意が必要です。 ストレージは前回の Photoshop での環境と同じように、素材と作業用ストレージを分け、OS の入ったストレージには何も入れないようにしておきましょう。作業に使用するストレージはもちろん高速であればあるほどいいですが、特におすすめなのが使用する素材を外部の SSD に設定してあることです。SSD でなくても、レイドで組まれたハードディスクの方がカタログ上でのスペックが高くなっているものがありますが、 SSD とハードディスクを比較すると実際の使用時に最も重要なランダムリードとランダムライト性能が SSD がハードディスクよりも圧倒的に速いんですそれが動画編集の際には特に目に見えて違ってくる部分なのでまだかなり高額な SSD ですがもし動画編集を頻繁にされるという方であれば購入されてもいいんじゃないでしょうかそれでは次アプリケーション側での設定に入っていきますプレミアで確認設定していくべき部分は最初は環境設定の中にあるメディアと メモリの2カ所になりますまずメディアにあるメディアキャッシュファイルとメディアデータキャッシュベースの2つの項目で OS の入ったストレージ以外で最も高速なものを指定してやりましょう次にプロジェクト設定です ここでは一般タブにあるレンダラーできちんと GPU の高速化が有効になっているかということと、スクラッチディスクで高速な外部ストレージが指定されているかということです。最後に、もしこれらの設定をしても再生パフォーマンスが良くないようであれば、プレビュー画面右下にある解像度の設定を下げれば若干の動作改善は期待できます。以上です。 今回話したマシンとセッティングであれば、一般的な動画編集には十分に使える環境になると思います。でも、それ以上のことをするとなると、CPU などのパーツや外付けストレージなどの周辺機器に相当な費用がかかってしまいますので、ある程度費用が重んでしまう場合、最悪新品の PC を購入した方が安くつくということも十分あり得ますので、ご自身の目的と予算に見合った環境改善を目指してください。 最後になりますが僕はこの動画を作るのに100枚ほどもする MacPro で20時間ほどかけて毎回制作しています血の滲む思いで制作されているやさぐルムービーに出るよ、オ今後ともよろしくお願いしますそれではまた来週お会いしましょうさようなら やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとアーダーコードでー喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。